オストロミール聖書、モスクワ聖書教会スラブ語訳聖書は、キリスト教聖書の古代教会スラブ語、教会スラブ語への翻訳を扱う。862年、コンスタンティヌーポリ総主教のフォティオスによって、キュリロスとメトディオスという修道士が大モラビア王国へ伝道のために派遣された。二人は、聖書と多くの祈祷書を、東欧各地の様々な方言の形で話されていた、スラブ語へと翻訳した。この翻訳は後に10世紀になって、ブルガリアやキエフルーシへ伝道する際にも用いられた。この翻訳以前にスラブ語を表記する方法は存在しなかったため、二人は聖書表記のためのグラゴル文字を作り出した。二人が翻訳に用いたスラブ語は古代教会スラブ語として知られている。キュリロス・メトディオス兄弟の弟子たちはグラゴル文字からキリル文字を作り出した。キリル文字は現在もロシア語や他の東欧語に用いられる。古代教会スラブ語の後継である教会スラブ語は、現在でもロシア正教会や他のいくつかの正教会や東方典礼カトリック教会の方針令で用いられている。教会スラブ語訳聖書には、ゲンナディ聖書、オストロク聖書、モスクワ聖書、エリザベタ聖書などがあり、このエリザベタ聖書の1757年改訂版が、その後のリプリントに使われていて、それがロシア正教会の聖典になっている。ありがとうございます。